坂下津産業団地とは、愛媛県宇和島市の宇和島坂市図インターチェンジ、北側に広がる産業団地。敷地約15万平方メートル余り。この地に、戦時中は、予レン教育航空隊である、宇和島海軍航空隊の基地跡地である。旧宇和島海軍航空隊跡石被板島橋の残存大屋柱、昭和14年3月の文字が、旧火薬庫半世時代に、 日降り神殿として干拓していた土地である。1934年に福島村を編入合併した宇和島市が所有者の伊達家より買収して埋め立てて1936年に大見穂布を誘致し創業させた。1944年に海軍に接収され、松山海軍航空隊宇和島文献隊となった。現在の産業団地に姿を変えたのは、 1967年、宇和島市が四季島盆石から買い戻し、北の坂下津岸壁と共に整備されてから因果である。戦時中は宇和島海軍航空隊として接収された。終戦間際の1945年8月8日、弊社に落とされた爆弾は、翌日長崎市に投下された原爆と同サイズのため原爆投下の訓練ではなかったかという指摘もある。 これにより練習生5名を含む多数が死亡した。爆弾が湿地帯に落とされたため、くぼみに水が溜まり、1970年代に整備されるまで減損し、地元では爆弾地と呼ばれた。よかれんとしての面影は、現在はほとんど残っていないが、マルサワイ家具の敷地に記念碑と、伊て温泉自動販売機の裏に、休暇薬庫が現存している。 また、よカれんのシンボルであった、旧、板島橋の親柱が、産業団地側にそのまま残っている。対岸の柱は、宇和島水産高校前の川底に沈んでいたが、引き上げられ、現在は、宇和島市立歴史資料館に保管されている。戦後、海軍航空隊が解体された後も、帰ることができなかった、練習生が、司令官、 ウカ大佐の指導のもと、しばらく農業をしながら、自給自足の生活をしていたり、また空襲で焼けた鶴島国民学校、中央国民学校、宇和島商工学校の臨時校舎として使われ、そのまま戦後の学生改革を迎えた。その後も戦後四半世紀の間放置されて、当時の原型を止め、そのため通学通勤の近道、子供の遊び場、昆虫採取、 干木の採取など長く市民が自由に立ち入ることができた。湿地帯が多かったため、食用化わずや赤ネトンボの生息地でもあった。そのためか、地元の頃の中には、今でもこの地域を親しみを込めて、ヨカレンインター近くにある、板島橋をヨカレン教と呼ぶ人も存在する。ありがとうございます。